グリューンスフェルトは、ドイツビュルテンベルクシューマインタウバー郡に属し、名前は、タウバー川支流のグリューンバッハ川に由来する。グリューンスフェルト市にはかつては、独立した自治体であったグリューンスフェルトハウゼン、クレンスハイム、キュッツブルン、パイマール、ツンメルンが含まれる。グリューンスフェルトは750年に、初めて文献上に記録されている。 この村は初はめツンメルン家の所領であったが、後にラウダ家のものとなった。1213年にはリーネック白領となった。1320頃に都市圏を獲得した。15世紀末から17世紀中頃までこの町はロイヒテンベルク法白領に属し、その後ビュルツブルグ市教領に移された。1803年の世俗化により、新設された雷人間公領となり、 アムツベチルクの所在地となった。この工領は1806年に廃止され、グリューンスフェルトはバーデン領となった。グリューンスフェルトハウゼングリューンスフェルトハウゼンは1322年に、フセンという名で初めて記録されている。この集落は歴史の大部分を中核祝であるグリューンスフェルトと共有している。クレンスハイムクレンスハイムは1155年に、 初めて文献に記録されている。それは、ブロンバッハ修道院の記録である。はじめこの村は土着の地方貴族の所領であったが、その後、ツインメルン家の所領に移された。キュッツブルン・キュッツブルンは、上記の集落よりも早く1119年に、ビュルツブルグ司教に寄進されたという記録が残されている。その後13世紀中頃までにリーネック博が、 霊園として収めるようになったが、同じ世紀のうちに、ゲルラハスハイム修道院領に移され、世俗化まで、その支配下にあった。パイマールパイマールは、比較的、新しく、1407年に、初めて文献に記録されている。この村は常に、アムツベツルクグリューンスフェルトに属しており、歴史を共にしている。ツンメルンこのツンメルンの地から、ツンメルン乱杓化は誕生した。 このカモンは1155年に初めて文献上に記録され、こっちの村だけでなく他の村にも勢力を広げていった。その後、この村の統治は12世紀末にラウダ家のものとなり、1213年にはリーネック博に移った。さらに、ロイヒテンベルク砲博を経てビュルツブルグ主教領に移った。その後の経過は上述の地区と同様である。 九町村の文章は以下の通り、グリューンスフェルトの市議会は二十議席からなる。図柄、金字に銀の指。その束の向かって左に赤い横帯が5本入った金の三角型の盾。向かって右に青い盾体が1本入った銀の丸底の盾。グリューンスフェルトとチンメルンにはフランケン鉄道の駅がある。 ラウダとビュルツブルグの間にあたり、2時間ごとに、ベストフランケン鉄道のレギオナルバーンが発着する。グリューンスフェルトは、連邦道、b 2 9 5号線経由で、アウトバーン A81 号線に接続する。聖エアハティウス礼拝道。ありがとうございます。